どうも、スタンドライバー豪華客船です。豪華客船でございます、はい。現状お題を持っているか否か、A 持ってない、持っているか否か、 B 一つだけ持ってる、 C 10個以上持ってる、 D 20個以上持ってる。20個以上持ってる太田さんでございます。はい、来ました、はい、アイブリさん。はい、アイブリさんのお題は、はい、缶バッチです。缶バッチです。缶バッチ、はい、了解です。じゃあ戻ります。はい、はい、はい。じゃあ梅健さん、あなたのお題は、お、缶バッチです。缶バッチ、ああ大変だ、キツネだ、缶バッチだ。戻ります。はい、はい。竹雄さん、竹雄さんのお題はラバーバンドです。ラバーバンドです。はい、戻ります。はい、はい。ななこさん、はい。ななこさんのお題は缶バッチです。缶バッチ、缶バッチ、缶バッチです。わかりました。はい、はい、はい、はい。トータスさん、はい。トータスさんのお題は、はい、豪華客船です。豪華客船でございます。はい、わ、はい、かりました。戻ってください。はい、結構なんか絵になってる。結構いいねあれね。はい、うん、はい。じゃあ、4タクでいきます。自分のお題をさあ始まりました。じゃあ元をね持って歩こうなんか身につけようと思った時に一体どこに身につけますか。A 洋服、B バッグ、C 帽子、 D 靴と困惑する。トータス、洋服、バッグ、帽子、靴です。はい、バッグ。はい、僕もバッグで。あ、俺か、ごめん。B バッグ。おバックで笑ってる笑ってる人おった。で最後梅健が答えてたよね。あ、バックで。はい、では質問です。赤と黒どちらがいいですか。赤で。どういうことだ。おまおじか、めいやかみたいなことこれ。あれ竹雄さんって。ごめんごめん。黒で。竹雄さんがそっか。そうだよな。黒で。これ意味わかんないな、これブラシ点は。黒で。僕も黒。はーい、じゃあ次俺が出すのかな。はい。その、お題を想像しながら答えてください。あなたは伝説の勇者です。身につけるのはどの装備ですか？ A、すべてをなぎ倒す剣。B、どんな攻撃も弾き返す大きな盾。C、英知の、才を授けてくれる兜。A4、どんな魔法も弾き返すことができる鎧。ABCD でお答えください。これはあれか。じゃあ鎧で。これか。鎧で。缶バッチ想定ってことこれ。B の盾で。お。じゃあ兜で。通じ合ったな。あ、僕ね。あ、ごめんなさい。僕は盾です。はい。おお、なんか通じ合ってそうだな。七個梅剣。
はい、質問します。現状お題を持っているか否か、A 持ってない、持っているか否か、 B 一つだけ持ってる、 C 10個以上持ってるD 20個以上持ってる。20個以上持ってるよ、トータさん。豪華客船 A 持ってません。やばい。 D 20個以上持ってます。あー、トータス死んだ。B 1個だけ持ってる。トータス死んだ。これは D 20個以上持ってる。うわー、死んだ。 D 20個以上持ってる。死んだ死んだ。これは死んだぞ。はい、4択で質問します。それをこのお題のものを、手に入れたのは、だいたい何歳ぐらいの頃ですか。 A 持っていない、 B 10代、 C 20代、 D 30代以降。結構ワンチャンありそうけどな、トータさん。どういうことが難しいの。さっきの20個以上持ってるっていうやつになると20代以降。20代以降。B 30代以降。B 10代。僕は持ってません。貫いてる。でも無理があるんだよな。トータスさんなんか買ってたしな。じゃあその自分のお題をプレゼントされたときに、豪華客船プレゼントされたいな。いくつだったら嬉しいですか。1、そもそもそんなに嬉しくはない。2、いや1個で十分嬉しい。3、5個ぐらいは欲しい。4、いやもう20個以上欲しい。トータスさんから。はい、僕は B2 番目の1個でも嬉しいです。はい、あ僕は最後か。1個で十分嬉しい。 B これいいです。回答の選択肢にないなぁけど、1個でいいです。はい、1個でいいです。いやこれでもワンチャン当てるんじゃねえ、トータスさん。狼わかんないと思うんだよな、はい、でも竹雄さんお題の竹雄さんの最初の質問意味わかんないか。関連が深そうな方はどっちか教えてください。 A 安倍晋三、 B ハイブリッドセンス。兄貴誰からスタートにする。七子さんから。あ、オッケーです。 B のハイブリッドセンスで。じゃあ僕で B で。ハイブリさんで。ハイブリさんで。ハイブリさんで。なんですか皆さん、もっとあれですよ、こう同じ仲間がちゃんと通じるようにこうやってくれるといいなと思いますけどね。全員の同じ回答になっちゃうとね。あれですから。というわけで僕からお題出させていただきます。強いて言うならどれ。 A ドラゴンクエスト、 B バイオハザード、 C ポケットモンスター。竹尾さんからお願いします。なんだ、ポケモンか。ポケモン、まあ、おポケモンなのか。ドラクエ。え？ポケモン。
わかんないんだけど、これポケモン。あ、僕はポケットモンスターだよね。ポケモンだよね、これ。ジムバッジみたいなことか。あと丸いからポケモンボール、モンスターボールみたいな。じゃあ2択で結構です。お題にいい思い出がありますか。トータスからで。ないです。あります。まああるかな。あります。僕はあります。なんかでもやっぱ人外がちょっと回答の仕方がちょっとなんか出ちゃうんだよな。難しいな。ちょっと出ちゃうんだよ雰囲気。まああるかなみたいな。はい、あるかもなみたいなね。お題が2択でいいです。お題が誕生日プレゼントでもらっても嬉しいですか。あー、ちょっと変えましょう。恋人からの誕生日プレゼントでも嬉しいですか。いらねー、七子さんから缶バッチラバーバンド恋人からのタンプレイ。もう全然嬉しいです。いや、いらないだろ、嘘つくだよ。好感度稼ぎに来たこいつ。うん、俺も嬉しいです。いらんやろ、嘘つくなよ。はい、嬉しいです。嘘つけよ。いや、嬉しくないね。いらねえだろ、どう考えても。俺もどっちかというと嬉しくないです。トータさん嬉しいだろ。トータさん嬉しいだろ、豪華客船なんだから。はい。まあ、基本的にどの質問でも、まあ、ちょっとね、ハイブリさんとかとはズレは多少ありつつも、共感値が高かったのが、ナルコさんとハイブリさんだったので、この3人が基本的には、まあ、村人陣営かなと思っていて、まあ、竹尾さんとトータスさん、竹尾さんの一番最初の、まあ、色の質問に関してが、うん、なんかイメージしてもそこの2択かっていうイメージがね、こう僕の中では来ちゃってる。いや、まあ、なんか類似してるのを頭でイメージしてもパッと思いつかないので、どっちかというと竹尾さんの方がキツネで、トータスさんが人狼かなと思っております。そっちがキツネ。お、意外な。これはトータスさん勝つの、はい、じゃあ。そうですね。まあ、まあ、自分のあのなんかゲームに七子さんの質問が割となんかこうあのな何を求めようとしてるのかが分かるよう分かるものと分からんものがあったんですけど、その中で多少ずれのあったハイブリさんが俺と竹尾さんかな。俺も色の質問に関しては、うん、そう思ったんで、梅健さんの言う通りだと思ったんで、どっちかというとハイブリさん、どっちがどっちか分からんけど、この2人が人外な気がします。はい、はい、推理と弁明両方言います。まず弁明から言うと、七個の質問のゲームに関してがズレがあると思っているが、俺はドラクエ以外をやったことがないということを言っておきますね。推理に関しては自分の質問で共感値が高かった七個梅剣を絶対村だと思っており、鬼木トータスのどっちかというとトータスの方がキツネで鬼木が人狼かなって思っています。以上です。おー、はい、まあ質問始まって当初の方からつながっあのこうなんか親和性が高いなと思ったのは梅剣、ついでブリちゃん、この辺変わんないですね。で、鬼木はずれてたのがちょっとずつ近づいてきたんで、なんか差した人外なんだろうなっていうふうに思ってます。トータスさんの回答は完全にずれてるんだけども、まあなんかトータスさん側のエピソードではそうなる可能性もあるのかなっていうふうに思いましたが、まあ本戦鬼木が、うん、そうね、狼でトータスさんが狐かなと思ってます。お、正しい方言ったな。はい、いや、なんかみんなちょっとおかしくなっちゃったんかなと感じましたけど、まあ、僕的には、まあ、まず同時にやると、トータスさんはね、僕は、なんだろう、ちゃんと自分の意思で、違う回答をしてて、それが合ってるから同時にかなと思ってます。で、トータスさん同時に、ハイブリ梅剣の中では、梅剣さんの方が共感できたんだけど、七子さんだけはもう各人外だと思ってます。
はい、お疲れ様でした。じゃあね、投票の仕方は実はねここでやるんで、はい、画面をミュート外してもらって、はいはいはい、じゃあ投票いきますよ。3、2、1、ポン。あ、122だ。あ、122だ。122。竹雄が2、トータスが2、七子が1ということで割れてしまいましたので、今回処刑なしとなります。この時点で狐が勝利です。おめでとうございます。おめでとう、はい、おめでとうございます。というわけで、自分自身が、いやこれはあの、ね、村がちゃんと波長を合わせないといけなかったということで、釣れなかったんで、もう狐勝ちなんですが、じゃあね、狐だと思う人、自分自身で気づいていれば出てきてください。俺ちゃうかな、はい、俺やと思うな。トータスさんが狐です。おめでとう。いや、そうですよね。いや、そちらが、はい、トータスさんが全然違いました。もう吐きそうやった。じゃあ狼は誰だと思いますか。オニキやと思ってるけど、竹雄さんも自分自身だと思う。竹雄さん違う。俺は、僕は全然このお題狼であるはずがないと思ってる。なんとメタ、なんとなく、はい、まあ、狼は竹雄さんですで、キツネが本来釣られてた場合は逆転チャンスというものがありまして、村と狼のお題をビタ、もうビタ当てした場合にキツネが釣られても勝っていたんですが、トータスさん、村のお題は何だと予想してましたか。ラバーバンド。あーあー、なるほどなるほど。村がラバーバンド、うん、狼は、狼はね、俺ルーレットとか、そんなのがカジノのルーレットかなんかなと思う、はい、じゃあ竹雄さんのお題は何でしたか。ラバーバンド。そっちが、はい、村のお題、じゃあ七子さんは何ですか。はい、缶バッチ。はい、あ、はい、じゃあトータさんのお題は何でしたか。豪華客船。あ、豪華客船でね、もう20個以上とかわけわからんと言うて、わけわからんかったから俺もそりゃそうやな。いや、恋人からもらって嬉しいでしょ、豪華客船は。てか、なんかみんな恋人からもらってラバーバンドとか缶バッチ嬉しいとか言ってね、嬉しいな、誕生日で好感度上げようとね、マジで嬉しいでしょ、稼いでたわ、あれ嬉しいでしょ、嘘つけーって言うわけねえだろ。誕生日、それはちょっとなるでしょ。いやいやいや何もらっても嬉しいもんやんな。何もらっても嬉しいでしょ。わかるわ、7個、ええやつやな、お前。ピアジニアだからもう。